三木多段は、日本の政治家。1962年中央大学小学部2部、卒業。元参議院議員。1935年5月14日に、徳島県徳島市生まれる。1958年より、総価学会本部事務総局に勤務。その後、同企画局長、同事務総局次長。1968年に、 国政選挙出馬のために、総科学会事務総局退職。1968年7月7日、第8回参議院議員通常選挙に、全国区から公明党推薦で立候補し、当選する。参議院予算委員会、参議院海有委員会、参議院沖縄特別委員会などの委員長や理事を、歴任する。公明党中央執行委員、公明党労働局長。 公明党国民運動本部長、公明党参議院国会対策委員長に就任。1980年6月22日、第12回参議院議員通常選挙に東京地方区から公明党推薦で立候補し、当選。1986年、公明党参議院議員団長に就任。1989年、 公明党中央執行副委員長に就任。1992年7月、第16回参議院議員通常選挙に立候補せず、選挙地盤を公明党新人候補の浜四つとしに譲り、政界を引退。1993年4月に、創価大学創価教育研究所客員教授。2001年3月に、同大学退職。 2005年2月27日死去。69歳没。派手に送り出されることを嫌い。家族には49日法要まで済ませてから公表するよう遺言していた。ありがとうございます。